毒虫が出てきたら一気に攻めるぞ。はい、響きながら協力します。あれ、お前ら何してんの？道影さん、ってことはお前、あの毒虫のやつを倒したのか？ああ、じゃなきゃ今頃俺地獄に行ってるぜ。すごい、まさかあの号機ですら叶わなかった雪を。そういえばあいつが毒虫だって気づいてたんだな。私がカトガと話してる黒フードをかぶった雪の姿をたまたま見かけたのよ。あいつも爪が甘いな、スパイ専用だったくせに。お前は知り合いだったのか？ああ、実は今の戦術、というか騙しのテクニックをあいつから教わったんだよ。人気連時代にな。そうだったんですか。まあ、当時は緑フードをかぶって顔をわかりにくくしてたから俺だと気づいてなかったけどな。なんだ、よかったよかった。ということは道影さんが新6名王ってことですね。おめでとうございます。ああ、6名王としての名前を考えとかないとな。はあ、とりあえず仕事に戻るわ。取り越し苦労でよかったよ。これからよろしくな、6名王。そうだ、会場の片付けしないと。私少し抜けますね。実際に話すのは初めてね、ゆゆこ推薦者。いや、今は新6名王か。お前が6名王になったか。カムイか、ああ、なんとかな。ふん、二度目だな。私に勝った奴が6名王になるのは。次頑張れよ、あれだけ強いんだから。いや、いい、当分は6名王を目指さない。その代わり、自分のできることを探していきたいと思ってるわ。そうか、いいんじゃねえか。だったら道影くんの側近で働いたらどう？ゆゆこ。いやー、おめでとう道影くん。私推薦者が6名王になったのは鼻が高いわ。そりゃあどうも。で、側近で働くってのは？そのままの意味よ。聞いたけどカムイちゃんの目的って第6王の仕事にぴったりだから、道影くんの側近で働けば理想に一気に近づけると思うんだ。でも、いいんじゃねえの、やる気のある奴がいれば俺も楽だし。ってこと、ゆゆこ様、道影。そうそう、冥界での名前、決めた。まだだ、だけど、構わないなら、夜桜、でいいか。適当ね、それただの名字でしょ。いいだろ、気に入ってんだから。問題ないわ、それじゃあ6名王第6王夜桜。あとその側近カムイ。明日、6名王に関する説明会を開くから白玉楼に集合ね。え、そういえば時間は。ハレンちゃーん。6名王選挙来たの。かわいそうに。安全様。でもね、でもね、とりあえずまた私のアシストとして頑張ってくれたらいいと思うの。ハレンちゃん私のミスとかすぐに直してくれるし。いや、あの、でもできればそろそろアンゲン様も日本語くらいは覚えた方が。だからハレンちゃんがいたら安心でしょ。ああ、わかりました。どうせすることないですからね。またお手伝いさせていただきますよ。さすがハレンちゃん。それじゃあ早速この選挙の間に溜まった仕事が山ほどあるから助けてー。え、この1ヶ月サボってたんですか？何やってんですか？早く戻りますよ。納期とか大丈夫ですよね。納期？あなたは何年6名王やってるんですか？わー、頼りになる？あいつ、苦労してたんだな。ハレンは冥界ではアンゲン様の世話係って有名な子よ。大変なんだな。カムイ、ゆゆこ様から聞いたわよ。6名王アシストとして働くことになったんですってね。はい、ですが煉獄様の期待に応えられずに。すいません。いいのよ、私はカムイの進む道が決まって嬉しいわ。今度からは分野が変わると思うけど夜桜と一緒に頑張ってね。はい、頑張ります。夜桜、すごくいい試合を見させてもらったわ。どうも。ゆゆこ様の言う通り、あなたが冥界の希望になれることを祈るわ。そんなこと言ってたのかよ、俺そんな大層な人間じゃねえよ。謙遜はしないの、今では冥界で一番強いんだから。それじゃあ私も準備があるから戻るわね。はあ、やっと終わったな。まあ、過去最大に過酷な6名王選挙を乗り越えた新6名王だからね、期待もでかいでしょうよ。あのなぁ。ふぅ、もう選挙も終わったし、もう髪を結ぶ必要ないわね。待って、お前そっちの方が可愛いじゃん。あんた何言ってんの。いや、本当、どうせならそのままでいた方がいいぞ。うるさい。でも、あなたが言うなら、そうしてあげるわよ。本当か。明日からよろしくね、夜桜6名王。ああ、よろしく頼む。あ、焦ってたわー。可愛いなんて初めて言われたー。いやはや、まさか気が緩むとあそこまで美人だったのか。人って本当髪型だけで印象変わるんだなー。豪気。俺は6名王になれたぜ。正直、お前が九州玉と、あの武器を壊してくれてて助かった。だから白アリも本来の7割くらいしか本領を発揮できていなかったしな。お前の相棒、あとは俺に任せとけ。じゃあな、親友。
こうして六名王選挙が終了した。たった数時間の出来事だったが、すごく過酷な戦いだった。豪気や人気連の連中、毒虫、大罪人たちは地獄に落ちてしまった。だから俺は、こいつらの犠牲を踏みしめて、第二の人生を冥界で歩んでいこうと思う。六名王、夜桜として。くそ、認めない、私が負けるなんて。滑稽だな、白アリ、結局六名王すらなれなかったのかよ。黙れ、豪気ってやつに九州玉を壊されてなければ。まあ落ち着けよ、それよりお前の武器壊れてたろ、直してやるから貸してみろ。確かハエは武器修理得意だったわね。ああ、趣味だけどな。そういえば、あなたの後ろにいるフードは誰？ああ、こいつか。お前の代わりになる毒虫だ。何？新入り、挨拶しておけ。待て、ハエ、どういうつもりだ？ああ、落ち着けよ先輩。黙れ、私は認め。今回、問題するぜ。俺がいた地獄よりももっと最下層の世界。悪魔界の世界にな。むごいねえ、少しは遊んでやれよ。遊ぶ、遊んださ、一気にバラバラにする遊びをね。それよりも目的は十分だろ、帰るぞ。ああ、新メンバーといい土産話、両方手に入ったしな。世界に10本しかない宝刀、それに使われた10種類の属性の宝力、これを使って、六名王選挙で使っていた刀剣融合、という技術を使えば、毒虫の大幅なパワーアップが見込める。さっさと行くぞ、こんなところにいる気はないんだ。そして死んだと思っていた、元、人気連、愛の霊。あんな悪魔界まで落とされてもまだ絶命しなかったたくさ。そして、幻、の力で得た、打点の力。毒虫に申し分ない実力者だ。さあ、帰るか、カゲロウ、お前の新たな住みかえ。カゲロウ、潜水じゃねえか。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。